サジンゴロウ作と伝えられる龍の彫り物上皇寺は、神奈川県鎌倉市大町に所在する、日蓮宗寺院で、三号は宝久山、陰号大善院という。創建は、昭和2年で、海山は批判承認。本尊は、美穂祖師。岩風寺の寺として知られる。旧本山は大本山本国寺、小西宝園。昭和2年、批判承認の創建。 本堂は1886年に、名古市の明宝寺の北家堂を移築したものと言われており、道内には、日蓮商人像や、海山の批判商人像、水天像などが安置されているほか、各天井には、家長の絵、欄間には十二支の彫刻が施されている。境内には、万病、特にがに甲斐があると言われている草上稲荷堂や、大将の岸も神を祀る、上行堂がある。 また、三門には、ザ・ジンゴ・ロウ作クと言われる竜の彫り物が、本堂の表乱馬や梁などには、熊本藩の大名細川氏による竜の彫り物がある。万、ま、円元年、桜田門外の変で大老のいい直助を襲撃した、三老氏の一人である、広木松之助は、鎌倉へ逃れた際に、上皇寺にかくまわれたというが、同志が軽視したことを知り、 五分九三年の3月3日に切腹したという。境内墓地には松之助の墓があり、1916年には石碑が建造された。ありがとうございます。